はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼4実況プレイ、今回が11回目です。よろしくお願いします。まずは、実は今日のこの試合の前に、久しぶりにですね、あずきちゃんというアニメを見てしまいまして、劇場版っていうやつを ね、全然キャプテン翼ではないんですが、それを見てちょっと、感動してます感動してしまいました、うん、あのアニメは心が温かくなりますよね思わずほっこりしちゃったよ、なんですよねこれから壮絶なるすごい戦いに出るっていうのにおまけに今日はね、なんか膝の上に猫が乗ってるしね、全然あの決勝戦ムードじゃないんだけどね、このブラジル側 あのミーティングルームはということで、はい、本日の対戦は、ヒューガ君がいるメキシコになります。あの前回のね、あの終わりの方で懐かしい東邦学園のね、BGM が流れたりとかして、なんかあのワクワクしてしまったんですが、楽しみですね、ヒューガ君との対決が。なんか何でしたっけ、ジャパンカップ、キャプテン翼2に出てきたジャパンカップ以来2年ぶりだなみたいなねセリフがあったりとかもしてね、あの以前のムービーに、なんかちょいちょいそうやってキャプテン翼2の話題が出てくると、嬉しくなるものがありますね、ということで、じゃあ早速、メキシコの情報を見ていきましょう。はい、ヒューガとワカシマーズの加入でバランスの取れたいいチームになった。相当手強い相手だが負けるわけにはいかないぞ。もうなるほどね。あとこれ前の僕の動画をちょっと見返した時に、パート1だったかな、この作戦っていうコマンドを僕選んでるんですよ。でその時になんかロベルトが情報とはまた違うなんかメッセージをくれてたりとかしたんで、これもちょっとチェックしとこう。お、出てきた。ディフェンダーはヒューガを徹底マークだ。波状攻撃をかけて若島津得意の空手殺法を封じ込めろすごいね。もはやサッカーじゃないよねこの作戦の中身が若島津得意の空手殺法を封じ込めろ殺法ですからね、もう忍者だよ忍者なるほどね、 OK。 ということで、本日の、先発メンバーはスタメンはこういう形ですね、だいぶ固まってきたね、でチャンスがあれば、ね、どんどんあのこの辺のベンチのメンバーもね、今日は最終戦なんで、使っていこうかなっていうふうにも思ってます。はい、あとはマーク見とこうか、どんな選手がいた。10番がラカトス、リンパル、ヒューガ君は9番か。お、もういいな、もうって。デニス、プラード、あ、セルベザいい名前だね。7番ちょっと今飛ばしちゃったけど、セルベザ、セルベーサーみたいなね。ハークス、ケタル、ゲオルゲ、そっか、あれあの辺はいないんだ。あの3の時にヒューガと一緒に戦ったピーヨとかコステロとか、あとなんだっけ、ペデリーコね、いましたよね。あとなんだろう、メキシコって言ったらなんか2の時にいましたよね。メキシコって確か2の時に対戦してて、名前なんだっけな、2に出てきたメキシコの、あれスペインだったっけ、メキシコだったよね。僕がちょっと気に入ってた子がいたんですよ、ボレーシュートが得意なまあいいや、よし、じゃあとりあえず、いや今日はヒューガ君との対戦なんで楽しみですね。 BGM もひょっとしてあの曲なのかな、やっていこう、聞こう。よし、行こうぜ、みんな。おー、よーし、頑張ります。あ、45分じゃん。お、来た、いい曲、いいね。このちょっとゆったりした感じがいいね。で、音がなんか乾いてる感じ、荒野のイサムみたいな小柄じゃない、なんかあのなんだろう、砂漠特有のさ、なんか丸いヒョロヒョロヒョロとしたヒョロヒョロヒョロっとしたなんか
砂煙みたいなのが巻き起こったそうですよね。いいなぁ。お、ハークスくん来たー。いいね、サボテンが見えてきた。でなんかソンブレロみたいなかぶったさ、ヒゲのヒゲ蓄えたマリオみたいなおっさんがどこにいんの。あそこ重なっちゃってて、よーし行け、ディウスベストメンバー、よーし勝負、頑張れおっさん、行け、ドア、わあ負けた、うわ強っ、俺を止められるか、頑張れケンちゃん、負けんな、ギャー、やるな、よしカルちゃん敵よ、おっしゃー、ナイスカルちゃん、やりました、オスカーくん仕込み。オスカーくんとねカルちゃんは仲いいですよ。はい、もう、え、積極的、お、あ、届かない、これは、よし、ナイス、お、比喩がまた来る、来たか、競り合いだよな、よし、うわ、やるね、燃えてるね、この男、お、来た、走れ稲妻、おー、かっこいい、レーザー光線みたい、すげえ、お、ケンちゃん、うわー、よくやった、メオンくんのために、お、翼もメオンくんのために飛んだ、みんなメオンくんのために、お、神様、届かない。来ただけ、一応俺も飛んでみるかみたいな。よし飛べよう、翼とケンちゃんの思いが詰まってんだ、あのボールには、頑張れ、うわ強っ、さすがだね、もう点決めるまで攻撃をやめないぞって感じだね。よし頑張ろう、よし翼、翼には新必殺翼があるからね、よし、あ、どうしようかな、ドライブパスでこの辺固めとくか、コインブラックのためにゲッ、うわーやりやがるね、やるなー、向こうも反則タックル教えてんのかな。ヒューガくんが、よしジュニエルに下げよう、よし、うわー囲まれてるな、どうしようかな、メガ CD 思い出すね、このマンツーマン攻撃、特に翼の周り。すごいね、一旦ドトールに下げましょう、みんな落ちろ、翼へのコースが見えたらバシューンってパス出したいですね、うわ強い。どこにも出さない、うわ9番は 9番がヒューガーだもんな、うわどこにも出さないな、ちょっとしばらくもうちょい頑張れ、ここで、うわ来てる来てる、もうこ来てる、ジェニエル、よしで、すぐすぐ、あー6番、2番、あー7、コインブラがマークされてるね、ここはディウセウに頼ってみるか、ディウセウ来てくれ、あれ石崎、あポジション間違えた、違う、石崎が来てくれたんだ、あー来てくれたんだ、よしよしよし、そしたらここに出せるかな、これはプラード、もうちょいちょっと動くか、よし抜いた抜いた、先起こしたぞ、よしここで翼かケンちゃんだな、かコインブラ、いけるかこのコース、サル頼む、
よーしよ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 し、ナイスナイスパス。それをそうだな、若島津だもんね。翼よし来た、ネオサイクロン行け翼、飛べサイ、決まれ、よしよかった、翼ナイスゴール、よし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 、オッケー、よし頑張ろう。今日はなんかシーソーゲームになりそうな予感なんで、ボールがボールをキープしてるうちに点を取んないとまずいからね。きっと来たぜヒューガ、本気本気、リュウセウとスラット、よし使える使える、行こう、頑張れおっさん、おっさん、うわ強い強いな、強引さが増した、メキシコ行ってギャー強、止めろ止めろ、翼とカルドス、よしよしよし、翼疲れてるけど、疲れちゃってるけど、もう行くしかない、勝負、いいね、小学生以来だもんな、うわ強い、なかなかないですもんね、小学校の頃からのライバルっていうのは、ライバル関係みたいなのは。お、カルちゃん強烈、うわでもダメ、やるな、石崎石崎、ヒューガといえば、あー来たー来たー、ライトニングタイガー来たー、レオンくん頑張れ、初めて見るかもしれないけど頑張るんだ、うわー、やるねー、どんまいどんまい、よし4人、うちの4人いるエースのうちまだ1枚しかカードは使ってないんでね、よしデニス抜けるでしょう、コインブラだったら、あ危ねえ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 、よしみんな上がれ、どうしようか、打とうか、マッハシュート食らえ、あっさり、さすがさすがスーパーストライカー、よっしゃーナイス、よし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 、あースーパーストライカーで思い出したけど、リベリオくんとか元気なのかな彼のサッカー人生はあの大会でちょっと変わってしまった気がするんですけどね。おケンちゃん、オッケーオッケーオッケー、これは大事、これめっちゃ大事、そしたら疲れてるけど、ストラットからコイブラ、このコースも怖い、よっしゃカルちゃんカルちゃん上がって、コインブラだったら大丈夫、絶対捕まんないからカルちゃんカルちゃん、よし来た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 、これ敵は いないよね、よしじゃあカルちゃん、あー高いか、高かったらトラップしよう、踏んでファントムシュート、いけーラブファントムカルちゃんいけー、
よし、見たか。くれ。よっしゃ、カルちゃん、よくやった。よし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 。よっしゃ、行ったぞ。うちの波動砲4発出るうちの3発ここで使ってやった。みんな大丈夫、まだ波動砲はあと1発残ってるからな。ここで撃っとこう、前半のうちに。来た。あ、でもストラット随分疲れちゃってるね。リュウセブも、あー疲れてるね。どうしようか、行くしかないな、もう。でも全力で、俺たちにできることは全力プレイ。止めるんだケンちゃん、お前からは俺と同じ匂いを感じるぞ。やるな。猿猿猿、よし着いた。どうしよっか。うん、来ても来なくてもやっとこう。顔面ブロック。猿行け。ぐわ、吹っ飛んだ。吹っ飛んだ。みんなみんな来たよ。来たよこの男。一体ガッツいくつも、いくつあるんだこの男は。底なしだな。メオーン飛べ。うわ強い。よし大丈夫大丈夫、うちのボールだから。C ブロック最後、 C ブロックの最後に狙いに行こう。171342、よしコインブラ。よっしゃ行くぞ、翼上がれ上がれ上がれ、ここは任せろ、コインブラに任せろ。よし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 、カットされなければいける。あ、無理しない方がいいな、一旦ケンちゃんだな。翼へのコースが敵だらけだったんで。うわでも来るか、うわーやばい、うわーそれでも敵だか。どうだろうどうだろう、やけになって撃ってくるか。ピンポイントだな、ほんと西ドイツみたいな攻め方するな。あ、西じゃないかも。あぶねーあぶねー。ふう、よしガッツチェック、どんなもんだろう、ちょっと楽しみだな。みんなどんなもん。カルチャ268、翼298、ストラット471、お、リュウセウで、コインブラ232。なるほどね。よし、マリオくんもちょっと足磨いといてね。よっしゃー。お、シュナイダー元気かい。皆様からいただいたコメントの中にシュナイダーがハイリちゃん扱いになってるっていうものがありまして、すっごく笑わせていただきました。もう僕も妙に納得。ハイリちゃんがねまだ出てきていないですからね、うん。そういえばどこ行っちゃったんでしょうね、うん、うちの勝利の女神。まあ勝利の女神ことハイリちゃんはいませんが、勝利のお尻こと皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君が僕らにはついていますのでね。後半も頑張ろう。よし試合再開。ブラジルボールか。そうだな、あれで狙っていくしかないな。さっき後半の最後できなかった作戦をやろう。前半はもうね、右ストレート右ストレートって感じで攻めてったけど、後半からちょっと変えていこう。
フックとかジャブとか交えていこう。よし、アマラ45分だもんね。45分ってキャプテン翼史上僕もそうそう初めてですもんね。この実況プレイで45分ハーフ戦うのって。急だもんな。試合前とかに教えてくれたらいいのに今日は45分ハーフだぞとか変わるんだったら。じゃあコインブラ、このコースにはいないでしょう敵。よし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 。翼は？お、いいね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 。翼。分かってるね。さすがキャプテン。よし、行け。つ。若島津君来た。よっしゃ、クリップジャンプやろうぜ。飛べ翼。オッケー、ナイスナイスクリップ。よし、やったー4対3。よし、こんな感じでジャブとか、ま、交えていこうぜ。よし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 。よし、こういう、あ、でも使えないか、ギリギリ。あ、ギリギリ。ガッツが足りない。こういうところで奪っとかないとでもまずいもんな。で、でもな、敵、だいたいドリブル&パスって傾向が強いからパスカットいきたいんですけど、ストラットがね、パスカットあんまり、あ、でも1か。でもいいや。タップルでいこう。頑張れ、ケンちゃん。よっしゃー、さすがー。うわ、ぴったり来てるね。誰だこれ、ヒューガだ。やべえ、ぴったりぴったり来てるよ。よし、コインブラで逃げよう。よーし、短距離走だったら負けないぞ。長距離走だったら無限ガッツの利点で敵の方が強いけど、これいけるかな。翼フリーでもらえるかな、ボール。オッケーオッケーオッケー、ナイスパスナイスパス。これはここ大事だぞ翼。大事だからあっちで行く、これ。うわ、これ大事だな。どうだろう、とりあえずこっちやっとくか。クリップジャンプ。おし、強い強いなこの技。よっしゃー、キャプテン。そして左から2番目よし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 、ナイス5対3。よしよし、いいぞ。波動砲一発残しつつバルカン砲で牽制攻撃。セルベザ君、あ、エスパーニャ、エスパーニャだ。いなかった、メキシコにエスパーニャ君。確かサムネにしたんで、なんとなくね思い出しましたよ。カルロス、行こう行こう行こう。リュース、うわ強い。カルちゃん、いけ、オスカー仕込み、分身タックル、ゴー飛んだ飛んだよ。石崎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 、お、いい位置いい位置いい位置。おお、絶好じゃないここ。絶好の位置ですよね、やり時ですよね。じゃあ2人ともブロックでいこう。あ、うん、ブロックでいこう。きた来た。届かないポーズよし、クソったれ、男ガーツで勝負だ。よっしゃよっしゃ、サルナイス根性。 OK
ッケー、翼。これセリア以外選べないのか。あ、取られた。まあ、しょうがないしょうがない。おお、撃ってきた。どうする、メオン。やれるか、キャッチ。キャッチできたらでかいんだけどな、これ。キャッチいっとこうか。キャッチ。メオン。おーし、おっしゃ、おっしゃ。石崎のガッツに応える素晴らしいキャッチだったよ、メオン。よっしゃ。よし、215。カルちゃんは262。これは、波動砲は取っとこうかな。どうしようか。誰で行こうか。一瞬、ディーさんのガッツが、普通にパラメータ数値に見えちゃった。でもこれガッツ23ってことだよね。笑っちゃったな。石崎にガッツが206か。よしよし。どうしようか、これ。翼にもうやってもらうしかないかな、俺。よし、ここで、一服だ、一服。やれやれだぜ。よっしゃ。よしよし。上がってきたね。そうだな。カルちゃんかな。カルちゃん。あー、高いボールか。高いボールか。困ったね。おじさんだから絶対というか絶対ではないんですけど、オーバーヘッドじゃ厳しい気がするんですよね。かといって他のだと捉えちゃう気がするんです。スルー、一か八かやってみるかね。スルー、ダメ。全然だったな。しょうがない、ね、ナイスプレー、ナイスプレー。おっしゃー、よく取り返した。翼、ナイス。ハークス、ハークス、うん、油断しない方がいいな。ヒールリフト、よし、勝負だ。クリップジャンプ、おし、強い、強すぎる。いけー、やった、よし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 、みんなよくやった。 OK。 よし、早めに早めに行って潰すぞ。お、ケンちゃん、あー、惜しい惜しい。お、来たー。よし、石崎は280。うん、行こうか。流星は大丈夫？流星も頑張ろう。カルちゃんもガッツ少ないもんな。でも行くしかないな。止めろ、行け猿。うわー、おっさん、ダメ、強い強い。カルちゃん、いけー。うわー、強い。あ、でも勢いは弱まった。よし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 、よかった。第二部隊、第二部隊。うわー、間に合わない。来た来た、稲妻シュート、頑張れメオン。4、両軍合わせて10点だもんな。よし、ディユーセフ、ガッツ6って、ガッツ6はひどいな。うわ、疲れてきたね、みんな。みんな疲れ出してるんだ。やばいな。じゃあドトール君に渡そうか。
し、みんな、チレ、上がれ上がれ上がれ。うんか、コースがなぁ、塞がれてるね、この2番に。でも、そうだなぁ、とりあえずジュニエル、2番だと。翼が前の方に走ってってくれてるからね。いけ、ジュニエル、ジュニエル、よしよしよし。このコースいけるか、伊勢崎に。このコースいけ。よしよしよし、本当ドキドキするな。これ8番来たりすんじゃないの、これ来るんじゃないのかな。でも出すしかない。翼、オッケー、よし、606、よし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 、212、誰で行こうか。翼で行くしかないな、これ。よし、勝負だ。クリップジャンプ。後半こればっかりだな、翼。強い。お、うわ、ブロックされた。そうそう、これがあるもんな。お、キャラップ、キャラップだ。競り合い、あ、そういうのか。頑張れ。うわ、取られた。あ、でも惜しい惜しい。来たぞ、ヒューガだぞ、ヒューガだぞ。もう2点差あるとはいえ、2点あるとはいえ、もう全然貯金とは言えないんだよね、それ。同点ぐらいのつもりで、みんな頑張るんだ。うわ、強い。追いかけろ、追いかけろ。よ、ディウス。28。28か。じゃあブロックでいこう。いけ、ブロック、うりゃー。もうプロレスの世界だな。カルちゃん、カルちゃん、よし、よかった。タックル、タックル。うわ、強い。打ってきたか。来た、稲妻。お、すごい、すごいカルダス。どうやったんだあれ、あれどうやったんだ。吹き飛ばされずに勢いだけ弱めてくれたぞ。おお、すごい、すげえ、すげえ、お前らすげえ。よっしゃ、翼、やっべえ、カルちゃんとメオン、すげえ。よし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 、とどめ刺す、とどめ刺すぞ、とどめ。うわ、勢い、すごい勢いで、ヒューガが追いかけてきた。ケンちゃん。オッケー。行くぜー、キエおじさん。これが俺の。でもいいや、勝った。なんだ今の。あ、やりました、やりました、俺たちナンバーワン。いや、笑っちゃったな今の。今回は俺の負け。今回っていうか毎回負けてるね、ヒューガくん、かわいそうに。うん、いいね、このゲームの副題の通りだね。メガ CD のエンディングを思い出すな。お、歓声が湧いた。お、ウィニングラン、ロベルトさん。お、アンちゃん来たぞ。片桐仁さんです、こちらのグラサン男は。じ
じゃないか、宗政ね。ちょっと今日の試合を見て一つの結論、なんだ、翼はもう日本に帰ってくるべき。正直言って私は翼に教えることはもうありません。そうだよな、教えたいこと全部ノートに書いちゃったからね。ちょっと待って、これ翼にちょっとひげ生やしただけじゃん。まあいいか、もし何か重大なことが起きたとき、そのとき翼のそばにいてやりたい。まだ何か足りないものがあると思います。要請します。なんだ、日本代表チームの監督としてワールドカップ優勝を成し遂げることを。おお、ロベルトが監督か。え、ちょっと待って、ってことは鶏ガラシャツ首。え、これでお別れ。それはいいんだけど、鶏ガラシャツ首のお知らせもあったんだけど。まあいっか、もう一度ミランでやり直すことにしたんだ。あ、もともとミランの選手だったのか。俺こそ生焼けなこと言って。ああ、翼も分かってたんだね。あれか、若林イズムかな、憎まれ役の。いいね、早く日本に帰ってやれよ。もうお前は立派な一流のプロだよ。翼もいろいろね、不安なところがあるんですよ。わかる気がする。どうした翼？でもまあね、姉御と約束したんだから、これは帰んないとダメだね、一回日本にね。帰ったらいきなり姉御が神田君と手繋いでるかもしれないし。ダメだ、そういうことを言っちゃいけない。あ、帰るんだ。日本に帰ったら早速一戦やる。日本代表チーム、どういうこと？翼と石崎はサンパウロのメンバーとしてな。翼の壮行試合。あ、そういう感じのか。よかった、なんか大会だと思ったよ。あ、じゃあいないのか、壮行試合というやつには。でも俺はこのまま日本に帰っていいのだろうか。うん、わかる、その気持ちはよくわかるわ。ん、あ、見すぎ。こんにちは、どうでした、南米の様子は。南米っていうか翼はどうでしたってことだよね。帰国することになった。鼻が、水木くんの鼻がとんがってた。壮行試合をすることになった。え、ちょっと待って、ってことはあのジャパンカップみたいな試合をやるってこと。あ、これは姉子。ソーダさん、俺たち南部大フースバルに勝ち目はありますか。ある。うちは俺とソーダさんと森崎、うん、ある男に目をつけてる。え、あいつは神々、うん、俺はあいつのプレーを見ていて翼を思い出したぜ。それほどのやつだ。あれ、急にここで何、ウプニシ登場。あー、なんかあったよこういうの。やべえ、あい、ここに来て僕もこのゲームに参加させてもらいます。苦節3シリーズ4シリーズ目にして、外伝シリーズも含めて5つ目の実況プレイでついにキャプテン翼の選手として仲間入り。
あったね、あったねって言いながら記憶がね今 5% ぐらいかな。なんか他の記憶と多分混同してる部分もあるかもしれないけど、うわーこれ急にこれやらないといけないの、でも時間40分いってるしな、もうそしたらどうしよう、ちょっとカットを挟むかもしれないです。うん、ちょっと考えたいなこれ、どうしよう。そしたらこれどうやんだ、これ A を押すとこのボーナスが 1,2,3,4,5,6,7,8個振り分けることができるわけね。うわでも南部大フースバルってどういうチームだか分かんないからな、どういう選手が必要なんだ。新田くんはストライカーでしょ、でディフェンダーにまこっちゃんがいるからやっぱゲームメーカーの方がいいのかな。うん、そうだね、僕はあれだ、スキンなのかな。表には立たず太陽の光を浴びて輝く月に、お月様なのか、お月様みたいな選手を作ろうか。そしたらお月様といえばやっぱ援護だよね。間違えた、びっくりした、援護。よし、技、走り、うん、走りも欲しいね。あ、なるほどね、ここですぐ見れんだ。走りを上げるとドリブルが2つ上がる。技は、あ、全体的に上がるんだ。じゃあ走り、走り、またまた走り、して援護。お月様だからね、守りも上げとくか。あ、待って、ね、技は、技やると、あ、タックルは上がんないのか。そっか、守りも欲しいね。守りもう一個上げとくか。あとは、うん、走りか守りだな、どっちかだな。それとも援護っていうのやめて守り、うん、迷うね。走り、あ、もうこれ以上いかない。守りか援護だな、どっちにしようかな。援護かな、援護ってなんかあんまり上がりそうもないんで、なんか守りとか走りはねレベルアップですぐ上がりそうだし、これでいこう。守り1個減らすか、で援護、これでいこうか、これでいきます。あ、でも走りやべ、ほんとカットになりそうだな、これマジでカットになりそうだな。だってどういう技を覚えるかにもよるもんな。守りを最大限まで上げよう、で援護も最大限まで上げよう。そうだ、僕は一番サッカーやってた時のポジションが右サイドバックだったんですよ。だから右サイドバックやろう、そうしよう、うん、決めた、決定、右サイドバック、うん、これで OK、 間違えた。でスタートすればいいの、あ、スタート、日本代表選手選抜リーグ、あ、さっきのブラジル選手選抜みたいな感じか。うん、待って、これ誰これ誰これ誰ですかちょっと待って、その前にセーブしよう。メキシコ、ペルー、コロンビア、あ、ここにしようか。セイナンミラクルっての対決、これちょっと誰だかよくわかんないけどはい、ということで無事にメキシコを倒しまして、で翼が一時帰国することになりまして、でなんかいろんな複雑な思惑が絡み合いつつ、今なんか日本代表のなんか走行試合のための選手選抜試合をやることになりました。そしてミーティングルームに謎の男登場はい、そしたら本日も、40分超えとなってしまいましたが、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もうこうして、コツコツと毎日、やれますのは本当皆様のね、見てくださってるおかげです。本当に感謝してますので、最後までね、なんとかこの調子で頑張っていきたいと思ってます。はい、では、今日もお疲れ様でした。それではまたね、さよなら、おやすみ。はい、おまけコーナーです。題してカズゴールのコーナー。はい、ゲストゴールいきなさい、おーおーおー、いきなさい、
あれジングル間違えちゃったではなくて、カズゴールのコーナーです。はい、さて今回の第4回目のゴールキーパーはですね、わざわざ、欧州ヨーロッパフランスからお越しいただきました。はい、皆さんお待たせ、フランス代表ゴールキーパーのアモロ君が本日のゲストです。じゃがじゃん、ね、このカズとアモロの対決っていうこの光景がもうたまんないですね。テクモさんは多分こういうことを狙っていたんじゃないですかね。夢の対決っていうやつね。はい、ということで、では予想タイムに入っていきたいと思います。はい、こちらのカズ、ね、カズが勝つと、カズのシュートが入ると思われる方はカズゴール、カズダンス、バンモラー。99まで数えてダウンなら999まで数えろ。何でも OK です。カズゴールと、あのコメントください。逆にアモロ君が勝つだろうと思われる方はもう皆さん起立して斉唱してください。アモロアモロアモロと、アモロアモロアモロと、コメントください、ね、ちなみにあの今日はね、今日ウプ主予想としては、通常であればカズと行くところなんですが、今日はなんだってアモロ君だから今日はアモロ君を押していきたいという気分です。ウプ主予想はアモロ君、ここはぜひアモロ君に頑張ってもらいたい。僕もアモロアモロアモロと応援してきます。はい、では、予想の方はお済みでしょうか。では、時間が実はちょっと前んで打っていきたいと思います。はい、じゃあフォーミュラーシュート、いけ、バコーン。さあアモロ君、おお、ちゃんとグラフィックがある。いいねアモロ君。ちなみに必殺技とかはないんだよね。よし、じゃあやってみよう。アモロ君頑張れよ。応援するよ。パンチ、アモロ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 頑張れアモロ。だーサズの勝ち。そっか、やっぱりサズか。未だに出てきませんね、カズを倒すゴールキーパーが。こんなに強かったね。はい、ということで、本日の対戦結果は、カズの勝ちということになりました。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、そしたら、本日も、遅くまでねお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、それではまたね、バイバイ。